自然が多いっていうかね、の山に登ってご飯を食べたりとか、そういうことができる里山なんだね。この集落も1000年以上続いてる集落なんですが、大量の湧き水が湧いてるんですね。使ってみると出汁の抽出が非常に良くて、最高のお水じゃないかなと思いますね。やっぱり命の出汁ですからね。サハリっていう金属はもう他のところではやっていないうちの売りの一つだと思うので、そのサハリの音っていうのを中心にもっと磨きをかけていければなっていうのは思っています。箱根の語源になったのは箱庭という言葉があるんですけれども、それぞれの良さがあって、それが一度にぐるっと楽しめるっていう意味では宝箱のような特殊な空間だと思います。この大涌谷というのも今でも噴気がもくもくと上がっていまして、まさに火山だなというのを感じられる場所なんですね。いろんな種類の温泉を箱根では楽しむことができます。元箱根を出港して右手に箱根神社の大鳥居を見ながら、前方に富士山が見えてくる風景が一番好きです。ここは甘酒という飲み物を400年間変わらずに提供している茶店でございます。400年の中で結構もごもな思いで続けてきたんだと思いますけれども、お客様から「ああ助かった」「ああここに休めた」というお言葉を皆さんいただきます。そんなお客さんの一言一言が原動力になっているんだと思います。うちはこのようにしてこう作ってる工房ですけど、この寄せ湯の作り方をね説明すると、こういうのが箱根あるんだっていうのを理解したんだけど、箱根の奥深いところはこういうものづくりっていうのがある。それがまた面白いところで、何回も来る人がたくさんいらっしゃるんだ箱根はね。そこにやっぱりその奥深い良さっていうのはどっかにやっぱり潜んでるんじゃないかと思っています。今ね商売してて真鶴でよかったなって思うんだよ。で本当にいろんな人が来るんだよ。それが面白いよね。ここで東京で店やってたってこんなには来ない、真鶴だからこんだけの人が来る、それが一番楽しいねやってて。私自身が20代ちょっとバックパックやってまして、ヨーロッパのバルに行ってですね、地元の人たちと「お前どっから来たんだよ」みたいな感じで「これ飲め飲め」なんて言ってよくしてもらったもんですから、できるだけ外国から来た旅人には僕がしてもらったように、皆さんもいろんな国籍の方が楽しい夜を過ごしております。海外からいらっしゃるゲストと話していて、本当にこう一人一人の人とつながれるっていうのが真鶴の魅力なんじゃないかなと感じます。収穫の前の日まで待ってて。
湯河原の温泉は特によく温まりがよくて、一回体が温まるとなかなか冷めにくいっていうかね、優しい温泉だね。根っから湯河原人ですけど、本当に温泉、川、海、食べるものも美味しいし、のどか人間もおっとりしてます。かわいい、似合う